ケンブリッジ・プラトン学派は、17世紀のイギリスのケンブリッジ大学において展開された思想の1、グループ。別名ケンブリッジ・プラトニズム。また、人物に観点を置いて、ケンブリッジ・プラトニストといった表現もある。ベンジャミン・ウィチカットを中心人物とし、ヘンリー・モア、ラルフ・カドワース、ジョン・スミス、ナサニエル・カルバウェル、ピーター・ステリーらが、学派のメンバーとみなされている。また チャーベリーのハーバート教はその先駆けと言われている。哲学書の中でも、プラトンやプロティノスの文献を重要視し、中世的な古い信学を批判、理性と信仰の調和、道徳と宗教の問題、信仰の自由の問題を主な題目としている。ジョン・ロックの出現や、経験論哲学の交流などにより17世紀までには、形の上では解消されるが、イギリスの思想、 あるいは、イギリス人の実践に影響を与えた。当学派は、啓蒙思想の時代の極初期の重要な一派でもあり、クリーンやケアドラによるイギリスにおける新ヘーゲル主義の、出現や20世紀の思想の巨人ホワイトヘッドの、有機体の哲学の思想にも影響を与えたなど、近現代のイギリス思想の展開を触れる際には、触れなくてはならないグループである。 15世紀を中心に展開されたルネサンスことにマルシリオ・フィチーノを中心としたネオ・プラトニズム研究はヨーロッパ世界にプラトニズムの再入に大きな貢献をもたらしたことは周知のことであるがこの思想展開の目標はプラトニズムとキリスト教思想の思想上の調和であり後の西洋哲学に多大な影響を与えたこの思想は いわゆる人文学者らによって各地にもたらされ、ジョンコレットなどにより、イギリスにももたらされた。特に1509年に、エラスムスが、イギリスのケンブリッジ大学においてギリシア語と哲学を講じたのは、ケンブリッジプラトン学派の結成に大きな影響を与えた。エラスムスが当地を去った後、ケンブリッジはイギリスにおけるプラトニズム研究の画像になり、これが、 イギリスのピューリタンの思想と相まって育まれてきた。ライバル校であるオックスフォード大学のアリストテレス研究とともに、イギリスにおける古典哲学研究の一大系統になってきた。このピューリタニズム的なプラトニズムは、そのまま当時のケンブリッジ大学の基本精神になり、この精神の最高学府として1585年に創設されたのがエマヌエル学寮であった。別名。 ピューリタンの神学校と言われたほどピューリタン思想が盛んであった。この学僚に1626年入学したのがこの学派の中心人物ベンジャミン・イチカットである。1633年には特別研究員としての教職を手にした。この年をもってケンブリッジ・プラトン学派の誕生と見るのが定説である。ケンブリッジ・プラトン学派の聖水は 概ねヴィチカットと彼の時期で死たちが活躍した時期と重なる。この学派にとって最大の課題は理性と信仰の問題である。キリスト教者として持つべきの信仰と人間が持っている本来的な理性とをいかに矛盾なく調和させるかという問題であった。この問題は周知のごとく中世スコラ哲学以来現代にかけても論じられてきている問題でもあるが彼らは これをプラトニズムをいかに矛盾なく取り込むかによって答えようとしていた。彼らは聖書に匹敵するほどにプラトンやプロティノスの著作を聖典に近い形で扱っていた。彼らによれば理性の働きとはまず一つは学問的な思考力の基礎となす能力のことで人間はこれを普段の努力によりこれを強化することができる。したがって理性に基づいて 真理を追求せんとする場合は、教会組織らよる権威的なあるいは安易な言い回しに賛同してはならない。第二に理性は人間の霊魂が神に近づいていく道具としての働きである。この世のあらゆる事象は神の理性の権限であり、人間の理性も不完全ながらも神の理性による賜物であり、人間はこれによって神と直接つながることができる。 人間はこの理性の付与神の愛として感じることができるのであり、この神の愛によって付与された理性をまさしく働かせて真理を追求することこそ人間に課された義務なのであり、神に対する信仰の実質はなすものであると彼らは考えた。したがって彼らの信仰は一種の理性信仰なのであり、理性と信仰の合体である。このことは 当時イギリスの思想に流布していたカルビニズムに対する反論にもなった。つまりカルビニズムの特異を定説と厳格な協情主義、多宗派に対する不寛容さ、そして階層的な教会権力に対する反駁の原動力となった。ウィチカットラによるルネサンス的な人間が神に近づける一種のヒューマニズム的な人間観にはカルビニズムは受け入れがたいものであった。 彼らは前日のごとくピューリタンであり、ピューリタニズムはイギリスにおいてのカルビニズムとみなされているから、正統派ピュリータンからは非難され、ケンブリッジ・プラトニズムと行くたびか論戦となったこともあった。ありがとうございます。